こんにちは、OK、Japanese です皆さんお元気ですか今日はねある話をします電車に乗っていました、えー、金曜日夜人がたくさん乗った電車ですえー、そこである音が聞こえましたピコポン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 ピコポン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 アラームですね この音を聞いたことがある人も多いんじゃないでしょうか。アラームがずっと鳴っていたんです。普通、アラームが電車の中で鳴ったら、すぐに止めますね。あ、アラーム鳴っちゃった。止めよう。そう、だけど、そのアラームはずっと鳴っていました。ピコポン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 ってね。 だんだんと周りの人もどこから聞こえてるんだってアラームの音の鳴る方を探しますで皆さん一人の人をねずっと見ていました僕の目の前の人も見ていましたでも誰も何も言いません話しかけません、えー、そして僕も音楽を聴いていましたけど 少し気になった。気になりました。なので見てみました。えー、すると男の人が寝ていました。眠りながら全然動きません。夜の11時もう最後の電車が近いです。えー、多分その人は仕事をしてそしてお酒を飲んだ。 お酒を飲んんで、でその帰り道なんでしょうね。もうすやすや気持ちよさそうに寝ているんですそして3分経ちましたその間もずっと音は鳴っていますピコミンポンポンポンピコミンポンポンポンねえー、もう電車の中の半分の人半分の人は その人を見ています。ね。はい。で、日本の電車って静かなんですね。まあ、もしかしたら聞いたことがあるかもしれません。日本の電車は静かだと。ね。日本のエレベーターも静かだと。誰一人喋らない。誰も話さない。ね。えー、なので、普段は、あのー、 音を出さないようにみんな気をつけています。ちょっとでも音を出したら見られるから音を出さないようにしよう。ね気をつけます。僕もね、電車に乗ると緊張しますよ。緊張感が走ります。緊張感が走る。緊張する気持ちが体の中に生まれる。体の中を動く。体の中に走る。緊張感が走った。 そんんな風に言うんですけどだから音にとっても敏感ですね日本の人はねだからついにある一人の人が立ち上がりました、えー、男性ね優しそうな男性、えー、僕の父親と同じぐらいの年齢でしょうか父親ぐらいの年でしょうか、えー、その人が 寝ている男性に肩を、ね、揺らして「アラーム鳴ってますよ」「アラームが鳴っていますよ」でもその男性は全然動きませんもう顔を下にして目を閉じたまますや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 と寝ていますその間も周りの人はみんな見ています「おついにあの人が動いた」 ありがとうヒーローだ僕たちのヒーローだそしてその人は「アラーム鳴ってますよ」5回6回言いましたそれでも起きずに電車は駅に着きました駅に着いてするともう一人の人が来ました今度は女性です 若い女性、僕より若いでしょうか、えー、その人が来て、かなり強めに、強めに、駅着きましたよ駅着いてますよと、強めに揺らしました。<laughs> すると、やっとその人は起きてああ、ああ、ああ、ピカピンポンポンポンと言いながら、 外に出てきましたもうその人は起きたばかり半分寝ているそんな状態で歩いて駅に出ましたえー、その起こした女性はあの少し怒っていましたねうん怒っていましたえー、おそらく、うん、電車の中の何人かは怒っていたんでしょうねうん うるさいなぁと思っていたんでしょう。えー、まあね、その気持ちはわかります。えー、ですが、えー、その中で実際に、うるさいよとその男性に言った人は一人もいませんでした。うん。実際にその人に直接は言っていません。あなたの国だとどうですかあー直接言いますかうるさいよ。ね ちょっとうるさいよお兄さんうるさいよって言いますかそれとも静かに座りますかどうでしょううんえー、そしてですね電車は止まってその駅で少し待つ時間があったんですね1分ほど扉が開いたままでしたでみんなあやっと静かになったな静かになったからよしやっと 落ち着いて携帯見よう落ち着いてスクロールしようね僕もそう思っていましたそして僕も座ったんですうそして顔を上げましたすると先ほどの寝て起きた男性がまだいるんですねそしてまた同じ車両に電車に戻ってきましたそしてまた座りましたうん どうやらこの駅で降りる人ではなかったようですね。うんもう少し先の駅だったんでしょう、うん。そのアラームは降りる駅を知らせるアラームではなかった。そういうことなのかもしれません、えー。そしてその男性はまた眠りにつき。するとまたアラームが鳴り始めました。ピコポンポンポンと。 一体このアラームは何なんだね。僕はもう笑いてしまいました。はい。またか、またかい。<laughs> そのアラームは何のためにあるんだいと僕は笑ってしまいました。ね。この笑いを周りの人と分かち合いたかった。ね。周りをとシェアしたかった。で少し顔を見上げましたが、えー、誰も笑っている人はいなかったです。 なので僕はぐっと笑わず、笑いを抑えて、笑いをこらえて、なんとか、なんとか画面に戻りました。画面を見て、なんとか笑いを抑えました。うん。はい、えー、今日はね、そんな話があったんですよ。うん。まあね、あの、電車の中の文化、 色々違い違ますよね、うん、日本はね、えー、バスの中も結構、あのー、緊張します、うん、僕もねよくバスに乗ります、えー、みんなあのー、あれですね人のに迷惑をかけたくないからあの人に迷惑かけないように緊張してるんですでその緊張感 でそししてて我慢してますねみんな、うん、こんな揺れる車の中でね、えー、そんな時に一人の人がルールを破る、ね、ルールを守らないするとみんなの怒りはすすごいです、ね、こんなに我慢して、うん、ルールを守ってるのにあなたは何で守んないんだバカ野郎この野郎、えー、そういう風な あーことが起きます、ね、うん、えー、それはねまあ非常にあのー、厳しい、うん、それをねそういった風景を見ると心がちょっと疲れますねふうおおおなんか起きてるなやっぱり今日もそういう人間の模様が行われる まあ僕もその一二因なんですけどね、うん、だからその時は僕はヘッドホンをつけて、えー、ノイズキャンセルそして川の音を流します川の音せせらぎですさあ緑の綺麗な森の中東京の離れたところでしょうか、えー、そこで川が流れてくる鳥のさえずる声鳥が遠くで鳴いて そして太陽は明るくキラキラと川の水を照らす川の水はキラキラと光っているそんな音を流して僕は目を閉じるそして音楽を聴いて心を落ち着かせますはい、えー、以上今日はそんなお話でしたでは次のポッドキャストでお会いしましょうさよなら